はい、どうもチョッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ちょっと今朝の8時59分で、まあ、ついさっき起きたばっかりなので若干ですね、ちょっと髪がボサッとしてますけども、ご了承ください。昨日僕の睡眠事情を、まあ、視聴者の方に、いや世界中に晒したわけですけども、それからですね、まあ、一夜明けて本当にたくさんのコメントをいただいてまして、本当にありがとうございます。で、いただいたコメントの中からですね、エアリーマットレスがいいよっていう案ですとか、エアウィーヴのマットレス、これは軽くてスポーツ選手も使っていていいですよとか、ヨガマットと寝袋の組み合わせが最強なんじゃないかっていうですね、アイディアをいただきました。本当にありがとうございます。まあ、でいろいろですね考えた結果、アイリスオーヤマンさんのエアリーマットレス、これを、まあ、猛烈にコメントもいただいてたわけなので、これをアマゾンでポチろうと思ったんですよ。で昨日の今日で報告をしようと思ってました。てか報告をしたいと思って僕はアマゾンでリサーチをしてました。はい。でももう全部こんな感じでした。本当に今日欲しいと、普通に欲しいと、視聴者さんにも昨日の今日で報告がしたいし、僕の体も今日求めてると。なのでもうすぐに欲しいということで、こちらをゲットしました。イエーイ。アイリス大山さんから出ているセンターフィットマットレスというものですね。価格からもう先に言っちゃうと6000円ぐらいでした。なので安かろう悪かろうにならないか若干不安なところはあります。重さはですね、3、4キロって感じです。で、このサイズなので僕びっくりしたんですけど、この物件にある唯一の棚がこれなんですけど、綺麗に収まってます。収納できるコンパクトさであるっていうことがもう僕が一番求めていたことだったりするので、それを昨日の今日でゲットできたっていうのが僕はものすごくありがたいです。じゃあ早速開けてみましょう。結構がっつり硬いですね。これなんか一回もう出したら次ここにしまえなさそうな硬さですよ。なるほど。で、さらにこうなるわけですね。はい、広げました。まあ、若干ここに跡が残ってますけども、まあいいんじゃないでしょうか。なんかこう、表面がトツトツしてて、あ、いい肌触りですね、これは。あ、素晴らしい。厚さが50mm、幅が970mm、全長が1950mm ということです。はい、まだ寝てませんよ。まだ体幹トレーニングをしてる体勢ですけども、この状態から早速寝てみたいと思います。あー快適ー。あー、これはいいですよ。あー、これはいい。トツトツが気持ちいい。トツトツがめっちゃ気持ちいい。床つき感っていうんですか、床つき感っていうんですか、そういうのはみじんも感じさせないですね。あー、すごくしっかりしてますよ、この作りが。
まあ、視聴者の方には伝わりにくいかなというふうに思うんですが、あの低反発ではなさそうですね。なんか低反発と高反発の中間のような感じがします。さあ本番はここからです。これがあの棚に収納できれば最高です。では先ほどと同じように折りたたんで丸めてみます。丸められました。じゃあこれを早速ですね、あの棚に入れたいと思います。あのさっきよりだいぶ膨張した気がするんですけど、まあ入りました。はい、これでスッキリですね。汗吸った状態でここに入れるんですかっていうと、そうではなくて、あの汗吸ったらちゃんとあの外に干してから入れます。とりあえず入ったのと今日ゲットできたので、しばらくはこれにお世話になります。結構簡単にへたっちゃったとか、あのそういうのがありましたらまた動画で報告をさせていただきます。ちなみに最後に匂いなんですけど、新車のシートの匂いがします。ちょっとですよ、ちょっと。なので全然臭くはないです。これであの睡眠事情が飛躍的に改善されたと思いますので、これからもう睡眠の質も向上して人生の質も向上していくんじゃないかなというふうに思います。カバーだったり枕だったり、そこら辺どうすんのよっていうですね、あのツッコミがもうあなたから聞こえてくるんですけど、そこはですねまだ正直あの考えてません。僕のこの新居の睡眠は床から始まったので、床から始まってヨガマットになって、であのマットレスになったので、まあこれからもですね、どん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 変化させていきますけども、今はまだ大丈夫かなっていう感じです。はいはい。でもしですねこの動画が面白かったです、ためになりましたってのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。